から何だったっけ、何だったっけ、でも聞かないといけない。あ、確かに、ちょっとそろそろ時間がね、一曲聴いていただいて、声が聞こえない、音が来てるかな、来てる、はい、大丈夫かな、何から話したか忘れたんですけど、まあ、次のリホさんの配信もね、まだリホさんの歌は聴けるので、はい、聴けるのでって言いながら今から歌っていただくんですけど、はい、はい、あの私にとってもとても思い入れのある曲で、今回の配信でリホさんのと一曲演奏させていただけるってなった時に、この曲がいいなって言ってお願いした曲になります。とってもとっても大好きな曲です。音戻った、戻った、みんな戻った、報告、おかえり、みんなもおかえりすいません、お手数を、お手数じゃない、ご迷惑をおかけしました。スタッフさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、 OK かな、小山さん、はい、大丈夫ですそれでは、あ、曲振りお願いします。はい、この曲は、うん、そうですね、なんか愛ってもうただ幸せなものって最初は思ってたんですけど、その映画を見て書き下ろす中で、それだけじゃないんだなって思いながら、あの愛について自分なりに向き合って書いた曲です。聴いてください、道しるべ。